どうもお疲れ様です。舞姫大学の特別講義でございます。今回はですね、商品を販売していて、こういう人はやっぱり選ばない方がいいなっていうね、まあそういった例を申し上げたいと思います。で、プラス、購入する方としては、 ここまでなったらちょっとどんな方でも引き上げてもらうのは厳しいよってことなんですよね。で、前回、まいひめ大学のまいさんからも商品を売ってはいけない人っていうタイトルで動画の方をいただきましたんで、それは概要欄に貼っておきます。こちらの動画を受けてですね、私の方の特別講義3つぐらいにまとめてお話しようかと思います。ま,あ、まず前提としては、商品を販売するとき、これね、購入する人にはある程度の受け取る力量がなければいけないんですよ。まあ、例えば、あなたがですね、 何かメッセージを伝えたいときに確かに分かりやすく小学生でも中学生でも分かるような言葉を使うのは大事ですけども実際に小学生や中中学学学生生生もしくはは小学生中学生レベルの人に商品売らないはずなんですよねやっぱりねそこら辺はね分かりやすい言葉を使うっていうのとある程度の経験や実績や自己解決能力があるかっていうふうな年代これまた別なんですよねというところでね 私たちが商品を販売する相手っていうのは、まあ、若くても30代、それからコアで40代、50代なんですよ。で、60代、70代にも対応はできますけども、やっぱりね、重要なのはこれからお話しする3点です。1つ目はですね、時間の大切さがわかることです。これ詳しくは後でお話し,します。2つ目は、ある程度の,あの余裕のある方ですよ。余裕って言ってもね、貯金が何百万ありますって余裕じゃありません。逆を言えばですね、 切羽詰まってる人はもう手遅れってことなんですよ。じゃあ手元の資金がありません。余剰資金5万円ですっていう人に一体何をできるんでしょうかってことなんですよ。そしてもう時間きつきつでどうしようもありませんと。もう借金返済に追われてます。こういった人にも新しく何かに取り組むような時間を作らせることができないんですよね。ですんで、まだ手遅れじゃない人。確かにやばい状況なんだけども、それに気づいた。だから、 最初の一手を打っておきたい、今のうちにやっておきたいって人向けなんですよ。でね、やっぱり資金の問題もあるんですけども、ギリギリあと30万、50万しかありませんって人が、例えば塾を買うのに30万、50万を使っちゃったとしたら、そこ一本頼りになっちゃうんですよね。まあ、そうなると本当にね、えー、キツキツになっちゃいます。そうじゃなくって、まあ、ある程度ね、これでダメでも次があるみたいな資金は必要なんですよ。プラス 資金がゼロだと、はっきり言ってね、行動ほとんどできないんですよ。それはどういうことかっていうと、新しい商品をどん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 買えってことではないんですよ。で、不足論事態が起きたときに、これはあのネットビジネスなどの勉強の他にね、何かトラブルが起きたときにはお金で解決できて、お金で解決して余裕を作って、またね、えー、スキルアップを続ける、ネットのことをやっていくってことになるのできないんですよ。 これ具体的に言うと、生活費がカツカツでもう来月とか再来月のお金がありませんよって人が、どうやって勉強時間確保するんですかってことになっちゃうんですよ。ね、働きながら生活費を作りながら、余裕な時間を作りながら、プラス、えー、稼ぐための勉強をしていくっていうことでもいいんですけども、それができればこうなってないわけなんですよね。まあ、ですんで、まだ動けるうちに動いていくってことなんですよ。そもそももうカツカツギリギリ、 掘っ,っておくその精神っていうのはまあ這い上がるためにはねなかなか足を引っ張るような精神構造じゃないかなと思いますんでうん残念ながらそういう方にはなかなか救いの手が差し伸べられないかなってところですよねまあですんでこのままいったらやばいなと思う,うんその時にやっておくってことかなと思いますねだからもう明日をも知れぬ命みたいな時にはもうちょっとなかなか厳しいですよ 実際に結果が出るまでに、早くても数ヶ月とかね、1年とかかかるわけですよ。まあ逆に言うと、3、4ヶ月で結果が出ちゃったものってのは、これはね、クリティカルヒットなんで、レギュラーな状態じゃないんですよ。コンスタントに毎月5万、10万が稼げるっていうふうな、こういった状態を作るのが、稼ぎ続けるってことの大切さですから、瞬間的に50万です、100万ですっていうのではないんですよね。えー、それは、あ実際には、あの、危なっかしい。 成功体験の勘違いになっちゃう例がありますので、用心した方がいいかなと思います。はい。くどくどと申し上げましたけども、三つ目ですね。これね、自己解決能力なんですよ。うん。例えばね、一つ何かぶつかったからといって、とにかくクエスチョン、質問を上げてくる頻度が高いと、これはうまくいかないです。というのが、ほとんどの場合は、自分で検索して解決を見つけられるんですよ。プラス、自分の人生の中で、おそらくこういうことだろうというにシミュレーションが多少はできていかないと、 難しいですよ。でもコンサルの人がね、塾の先生とかが、教えてくれないってことはないんですよ。ただ、レスポンスには、どんなに早くても数時間かかるわけですよ。じゃあ、その時間何してるんですかってことになっちゃうじゃないですか。ですんで、コンサルの先生を活用する、質問をあげるときとか、何か問題解決を委ねるときっていうのは、やっぱそれなりに解決困難な問題のときだけなんですよ。 でその解決困難の問題っていうのがどのぐらいの問題なのかってことがまず分からないといけないですよねこれは自分で解決するべきものだなとこれは時間がかかるけども自分で調べたほうが結局早いなとかねその問題解決に向かうための必然抜刀っていうんですかね、えー、そちらがやっぱり力になるところもありますんでどうしてもねすぐに回答を求めたがるんですけどもプロセスってものが自分の経験になるわけですよでも,も難しい問題が起きた時に答えを指し示すとその経験なくなっちゃうんですよただ知識がつくだけなんですよ これは、後々大きなね、過去を残します。なぜなら、自己解決能力ってのはそこではつかないからなんですよ。答えてくれる人が常にそばにいないとダメっていう状態になっちゃいますんでね、危なっかしいですから、そこはちょっと難しいかなと思います。それでは、あの後回しにしてお話しするといった時間の大切さについてちょっとね、一つお話ししたいと思います。まずね、皆さんが自分のお財布の中から1万円取られたらどうしますかね。10万円でもいいですよ。必死になって、 取り返そうとするでしょちょっと待てよと思う金返せよってなるでしょじゃあ今度はですね大切な何なか物を取られたらどうします例えばここに本がありますけどもこういった本をまだ読んでらないのにねスパッと取られちゃいましたちょちょちょ返してよってなるでしょ、うん、じゃあですねある人から話しかけられて5分10分とふんふんと話を聞いてましたで何か知んないけどどっか行っちゃいましたどうします何言ってたんだろうあの人ってなりますそうじゃないんですよね ここで大事なのは自分の5分10分という時間を盗まれたってことなんですよ無駄な時間に付き合わされたってことなんですよ人っていうのはお金や物を取られたら返せっていうのに時間を盗まれても何とも思わない人が多いんですよねいやこういう人は時間を大切にできない人なんですよですんでこういう人になってはいけないのとこういう人を周りに置くべきではないんですよねこれはね完全にキツキツに無駄な時間を持つなってわけじゃないんですよ 自分の時間、そして誰かの時間っていうのが貴重なんだよっていう、そういった意識を持っていただきたいかなと思いまして、今のエピソードを紹介しました。お金を取られても、物を取られても、ああ取られた返せってものに無駄な時間、無駄な時間に付き合わされて、しまったと心の中からね、思わなくてはいけないってことなんですよ。無駄な時間を使わされた人に対して何かね、仕返しをしろってわけではないですけどね。極端な話を言うと、何かの詐欺にかかって、その詐欺、 を追求するるのののにに時間をかかけてて本当いいいももなっていうのもあるんですよまあ詐欺師を野放しにすると新しい被害者が生まれる確かにそうなんですけどもでも一人一人が賢くなってその詐欺にかかる入り口でシャットアウトするようなね、うん、自己解決能力を持つっていうことがもう私は大事なんじゃないかなと思います。ということでね騙されたら騙された分ただ騙されるんじゃなくてもう騙されない体質になっていければそれは 詐欺にあってありがとうになるかもしれないですよね <laughs> まあ詐欺師は許せないですけどねはいじゃあ今回は以上でございます